諏訪邸エーテルハウス敵は回避。いたうわーいるわー、なんか絡まれてるわ。どうもお久しぶりです。案外早かったじゃないか。あんたら子供相手にもたもたしてるからあたいの出番だね。俺の出番かい、私の出番かい。次邪魔したら本気でやっちまうから。トリプルバトルか。アデゴースカルダンの幹部プルメリが勝負を仕掛けてきた。あ、ゴルバットだ。あんまりどうやらゴルバットと仲良くないみたいだね君は。毒飛行だろ。こっちゴーストだぜ。催眠術をくれ。あ、相手の方が早い。いてててて、効かなかった。眠らないとその後の夢食いがいけないんだよ。怪しい光は 100% だったと思う。混乱している。催眠術。あ、聞いた聞いた。飛びな、すげえあいつ飛びながら眠ってる。夢食い。夢食い。食べ流一撃必殺。さらに回復。これが初代から猛威を振るうゴーストゲンガーの催眠術夢食いコンボだ。エンニュチュ、やることは同じ。ほんとまだエンニュートじゃねえか。催眠術弾ける炎をやめてって早いなお前。だが眠る。からの夢食い。効果は群抜である。ポケモンの笛がなかったようだな。一発一撃必殺。さらに回復。あー経験値おいしいです。自分が嫌になっちゃうよ。4200円。あんた大したもんだよ。子供相手に手間取るのも分かる強さか。ただポケモンを返して何奪われたのか。ボスがお待ちかね。ポータウンのあたいらのアジトでね。いや負けたんだから返せよ。逃がすなよ。負けちゃいけない勝負は楽しくないよ。みんな大丈夫なの？やんちゃん許せない。っていうかスカルダンの割に頭いいことしちゃって。ポケモンを返してほしければ一人でポータウンに来いだってあいつら言ってたよね。スカルダンの連中はポータウンを根城にしている。15番水道にいる着物の人を探せば力になってくれるかも。これあげるからヤンちゃんのこと。あ、ヤングスかパクられ。不思議な雨。ヤンちゃん大丈夫ロトか。早く助けに行こうロト。これはあれかな、あのポケモンセンターに行って俺のヤングースを連れてきてヤンちゃん帰ってきたようでハッピーエンド。そうもいかねえか。あの子がいないと怖くて眠れないの。お兄ちゃんお願い強いんだろ。星雲ちゃんがねパクられたのかと思ったけど、お前さ強いだろ、お前戦ってやれよ奥のやつ。ポケモンが連れ去られ傷つけられるかもしれない。私には耐えられません。助けてあげてください。まあ助けてあげるけどさ、ちょっとポケモンセンター行って俺のヤングース連れてくっからそれでいい。手打ちにしない？さあ着物の人、着物の人あなたですか？こっち見て。やれやれ今日はどういう日かな。
こんな寂れたところに人が来るなんて。ギーマ、まあいいさ、勝負をしようか。私ギーマが投げるコインがどうなるか当てるがいい。表だ。表でしょ。すごいね、預言者のように当てたか。今の君たちすごい眩しいよ。君は勝利した。見てないんだけど。ライドギアにサメ肌を登録してあげよう。おせっかいながら説明をしよう。サメ肌にライドすればジェットで案内はもう壊せるのさ。16番道路をさらに越えるとポータウンという町がある。スカルダンがたむろしているから浮かずに近寄らない方がいい。マフラー長えなこの人。ポータウン怖いけど中を探してみようろと。勝つやつがいれば負けるやつがいる。それが勝負ってやつだ。君とはどこかで戦いたいね。はい、ラプラスじゃねえか。サメ肌ジェット、すごい。こいつ暴れ馬だぜ、暴れ馬だぜ。あ、スノモノ。今お腹減ってないんで。ワンパンできないキャラだと戦闘がだれちゃうから変えよう。いけ、十君。どうなんだろうね。15番道路どこまでなんだろう。サメ肌すごい速い。あんま敵出んな。ですよね、だいたい目のクラゲだよね。はい、というわけでついばみます。基本ついばむ。なんか泳いでるし、海パン野郎がいる。どう、あれ、ここはエリートトレーナーがスルーしてしまった。ワイルドボルト、まあ戦うか。お姉さん、エリナス、神の舌持ってさ。アロコンダ、俺の方じゃ出ないロコンダ。あら可愛い、アローラの姿。氷だっけ。ゴーストなら普通に効くだろう。影縫い、やったぞ。ゴースト、先生の影縫いで一撃マスターズかな。影縫いじゃ。はい、刺さる。爆笑ですね。さあ3匹目は誰だい。泥爆弾、泥爆、威力65。おー、特殊。こいつ物理型だよね。じゃあいらねえや。プックリーン、プックリーンはノーマル、フェアリー。鋼で、鋼で戦いましょう。プクリン、プクプクしてるよ。ラスターガノン、ん、B、
ビーム。やったぜ。効果は抜群だぜ。妖精には現実的なものをぶつければいいんだ。みんなボールに戻ろう。あーいい天気。おお。こっちには行けない。これで全部行った？もしかして。あ、サメ肌になった。こうやって見るとさ、サメ肌なんか T シャツ着てるみたいだよね。水を使った戦法をたっぷり味わうがいい。タツオくん、タッツンだ、タッツン。毒クラゲ、おお。毒まみれ、こいつあれだよね、毒ついてるから葉っぱそんな効かないんだよな。じゃあ食べとけ食べとけ。ついばめ、毒好き、やめて、結構食らうのそれ。ででででででで、ついばむ。相手の毒クラゲが倒れた。やったぜ。あ、レベル上がった。47、結構高くなったな。50ぐらい。お、攻撃。このペースだともうちょいかな。全員が50ぐらいかな、リーグ行くとき。俺の海パン、怪力リスペクトさ。お前の海パン普通の海パンだったけどな。壊しても何もねえんだよな。まあアイテムぐらい出ないのかって思うんだけど。残念、出ないね。あ、蛍光は、蛍光は持ってたな。はい、リーフブレードで。シャキンシャキンシャキン。効果は抜群である。野菜の蛍光は倒れたよ。ダグトリオまだかな。あ、来た。来たー。あれ、やっと3匹になる。やったぜ、ふさふさんですよ。レッツゴー、レッツゴー。3匹に進化した。これトライアタック覚えるよね、このインパクトよ。登録完了。ビング。大地の女神たちの化身と考えられ、アローラ地方ではとても大切にされている。ヘッドバッチ、みんなで揺れてる。地震っていうかあれかな、貧乏ゆすりじゃん。まあトライアタックだろ。あれ砂地獄、どんな技。4、5ターン相手を閉じ込めて攻撃する。あんまストーリーじゃ使い道がなさそうだ。もう驚かしていらねえか。鋼技覚えねえの、せっかくついてんのに。あ、トライアタック覚えねえんだ、3匹になったのに。と、腹筋してる、腹筋してる。この間に抜けてバレた。腹筋腹筋。海に入ると生拳とかサニーゴにつつかれちゃうの、だから腹筋。水着カップルの、ゆうみとふみひと。ヤドランとゴルダック。あ、ついに進化しだしたね。これは結構強い。
あれふさふさやんけ。脳天気、健康の栄光がなくなった。心が通じ合っているならばリーフブレードだ。まずはゴルダックを抹殺しろ。そしてこの辺あんまりよろしくないな。ヤドランはエスパー入ってたっけな。効果は抜群ってあるんだけど、仲間殴れんの不意打ちで。不意打ち早っ。効果は抜群でこのダメージって弱えな単純に。マゴルダックはワンパンだろう。なななな。水の波動鋼入ってるけどめっちゃ食らう。鋼は水半減はないか。誰だそう。ネジ、お前の電気ショックの出番だ。リーフブレードに電気ショック、まあこれで摩擦できるだろう。ヤドラン1ポイントが高いんだよね。ユーミとフミヒトの勝負に。もう生拳がお尻にくっつくから。僕もゴルダック、僕のゴルダックも周りが気になって。言い訳だらけだな。おめえたちは弱いから負けたんだよ。ヤドランが尻尾を噛まれたように私もポケモンがくっつくの。ビーチでデートすれば彼女の水着が見れる。そう考えていたのに彼女がずっと鍛えています。いや水着は見れたからいいだろう。2番目ダブルバトルの可能性を考えると2番目にはネジかな。ダイブボール。あ、掲示板発見。木の実はポケリゾートにあるスクスクリゾートで栽培できますよ。知ってる。スターミーだ、釣りおじさん。ポケモンをたくさん捕まえてボックスに預けておくとリゾートの開発が進むよ。にわさてポケモンセンターが見えるが、まあまずね水の中を全部回ってからにしよう。これのまま釣りできない。ラプラスじゃないと釣りはできないみたいだね。バレた。あ、水着お姉さん B、人魚じゃないわよ、ビキニのポケモントレーナーよ。ビキニのお姉さんのしずく、俺のポケモンにもその名前いるわ。ラブカス、ハート型のお魚さんだ。基本はリーフブレードでワンパンだね。メガドレインギガドレインで回復しながら進めると楽だったりするよね。ストーリーは効果は群抜である。ハートが割れた。サニーゴー、サニーゴってイオンも入ってんのかな。まあリーフブレードでワンパンですけど。ほらよ、やったね。どうやら頑丈持ちではないようだ。ママンボウ、大きくなっちゃった。まあ一発なんですけど。やったね。ななななん。ホエル、いやいらないっす。ホエルは普通にいらん。おう、もうレッツ、お前は昭和か。お姉さん年バレるよ。猛烈は太郎かな。このまま溶けていきたい。そう、シャワーズのように。これで15番道路のポケモンたちは終わったか。まだ途中なんだよね。今から16番道路。
サメ肌のジェットなら岩も壊せる。ケンタロスとサメ肌、正面衝突どっちが勝つ。なんかいっぱいいるハゲのおっさんが。我が子の無事がぶち切りですな。まさしく眼福。どの無事もいいが、ぶち切りは右の子ですね。パチー、チルチル、ポチール。ドルルン。島めぐりの緊急です。協力お願いします。はい、研究員のリタロウ。リタロウのりはリカのり、電磁虫だ。アイガーズマイクラッシュ。普通に影抜いて一撃抹殺。ぐさ。まだいたよね。ベトベトン、これは毒。毒。うわ、きったね。きったねな、こいつ。はい、影塗り。カラフルだな、目いた。チカチカする。今一つ。だが逃げられんの。小さくなるはやめて、これ。小さくなってない。今一つか。じゃあ、ついばむ。おりゃ。髪砕くは痛い。ゴース入ってるから。やばい。結構ギリギリの戦い。よし、当たった。危ねえ危ねえ。ダメージを受けながらもデータを集めましたよ。島めぐりトレーナーは強い。私の研究は確かです。研究っていうか実体験。今負けたからじゃねえの。お得な掲示板、ワイワイリゾートでは18匹のポケモンを預けることができるんじゃ。1匹戦ってみようか。何出るかな。またデカグースか。ちょ、増えすぎだろ。こいつ連れてってさ、ヤックンは成長したよ。それでいい。よくない。ダメ、それダメ。デカグースは駆除対象。でもね、デカグースはいいよ。ここにしか出ないやつ出て。あ、ヤドンだ。ヤドン初めてか。ヤドン初めてだ。これ倒しちゃうな。ポケモンチェンジ。悪い笑顔。てか覆面死んでる。とっととポケモンセンター行ってあげよう。助けを呼んだ。やめろってだから、それよ。はい、来ない。これヤドキングとか来んのかな。倒しちゃったらまずいから、ナイトヘッドでうまく体力削って。おその顔いいね。ナイトヘッド封じ込めるのやめて。夢食いかシャドーボールあたりにしてほしかったな。催眠術しなくても勝手に寝てるようなもんだけどね、こいつ。まあいけるかな。よし、勝ちった。まあまあまあ、ヤドン、ヤドン、ヤドラン、ヤドキング。まあ三進化ではないんだけどね。エスパー。ヤドンの尻尾を干した後は塩水で煮込んだ料理はアローラの家庭の味。
基本ヤドンは食うものか。のしかかりがゆっくり。ヤドン。わー。ヤドン結構かわいいんだよな。はい。じゃあお前のあだ名はつまみ。尻尾食べよう。強さチェック。念力金縛り頭突き水の波動。マイペースマイペースだ。麻痺こんなにならないのか。攻撃型だな。まあボックス行っときなさい。とりあえずここだけ、はい、あったアイテム。ん？まさかこの下通れるなんて。シュザークロス、これ虫技じゃなかったっけ。結構強かった覚えが。カジックスが使いそう。シュザークロス、シュザー誰か覚えれるかな。ボルドチェンジ、これも結構強いんだよね。シャドーボール、ワイルドボルト、物理の電気技、これ超強いじゃん。あ、ただ帰ってくんだな。シザークロス、威力80、PP15、普通に強い。誰か覚えれ、誰も覚えられないっつ。と。あ、ジガルデの人たち、リボーンマシーン。急に入ったな。ジガルデのセルとかは集まってるかしら。結構集まってんじゃないですかね。セルとか合わせて10個以上ありますね。いずれにせよ説明します。ジガルデに関する装置です。ジガルデの合成と分離ができますよと。ジガルデというポケモンを作るのだ。はい、続けて G になったら2つのパターンがあります。ジガルデに集めたセルを足すパティーン、セルだけで新しくジガルデを作るパティーン。はい、分離の説明。分離、セルに戻すってことね。分離させたセルはキューブに戻ります。アローラに使わせた博士が調べたところによると100個。ジガルデの姿も変わる。フォルムチェンジをするのよ。守るとされるジガルデがアローラに何か起きる前触れだとでも言うのでしょうかと。セルとかを集めればわかるかもしれないわね。ボンブヤージ。消えた。勝手に使っていいの。ああ、こういうことね。パソコン。ジガルデキューブとはジガルデのセルコアをしまっておける不思議な物質ですよと。プラターヌ博士。まずは合成をさせる。ジガルデとジガルデキューブ。ジガルデ以外のポケモンはジガルデを選んでください。はい、まずはジガルデを。そもそもジガルデ持ってないんだけど。ボックスからまずジガルデを作り出すのかと思ったらそういうわけじゃないんだ。じゃあまだ何にもできないのか。このね、 B でやめますか。はい、家はやめろよね。B 押すとさ、そのまんま続けようとするんだよ、これ。やめますかをはいにしなきゃいけないっていう。とりあえず回復しよう。あ、こんなところに。そもそもジガルデいないんだよな。ひどいね。ひどいで、ドひどいでの特性、人手なしは毒状態のポケモンへの攻撃が必ず急所にあって、ひどっ。おや、Z クリスタル、アセロラさんの試練達成おめでとう。何が増えましたかと。あ、満タンの薬、前からあったっけ。何が増えたかよくわからん。
エリートトレーナー、科学の力は倒された味方の特性に変化して同じ特性になるのね。レシーバーは倒された味方の特性を受け継いで同じ特性になるんだよ。カフェによって同じ飲み物でも味わい違いますねと。ミックスオレあげる言う。あんたトレーナーでしょ、バイトしない？ミミッキュミミッキュミミッキュ、さっきいたな。ズタ袋にかぶったやつはメガヤスの跡地にいるみたい。あ、出るんだあそこ。いらっしゃい。モーモーミルク飲んでく。モーモーミルクだよ。昔は栄養満点の薬としても飲まれてたんだよ。ただお腹緩んじゃう子もいるけどね。なんか急に言い出したぜ。ヒュンシ、あ、ヒュンアイスだ。これ効果いいんだよね確か。何でも直しだっけ。はい、ポケマメありがとう。で回復してと。さてとりあえずレッツゴー首かな。次誰にしようかな。雪わらし、あ、こいつオスだな。んー、ユッキーなのにオスだぜ。アゴジムシ、次何進化枠にしようかな。ヤンチャム、ヒトデマンは水の石だったよな。ブビーは夏季進化。一旦預けて、ジガルデは開けとかないと作れないのかな、そもそも。まあこれで行ってみよう。